じゃあこっち側行ってみよう。あ、なんだあれ。あー、織物店。ポピピ。なるほどね。すごい、なんかさらっと会話の中に冒険のヒントが隠されている。さらっと言いすぎてなかなか気づかないね。ここも一緒かな。誰かいるかな。あ、ここはサルベージできるんだ。一回やろうっと。4つあるから腕が鳴るね。もっと買っとけよかった。あ、待って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 。は？何もできない。待って待って待って。いや待ってよ。いまいちだったかも。マジか。ああいうことあんの。宝箱がなかった。いけね。取られた。ショック。ショック。何もできなかった自分がショックである。よっと。あ、宝箱発見。お宝回収。全然足りない。なんと、あ、クエストだ。パイを作ってみんなに振る舞う。そうなんだ。うん、で。果物以外の材料がない。お店にも売ってない。なるほどね。ハッスルハスとミントフィッシュ、初めて聞くな。はい、アクティブにしません。あ、どこで手に入れるとか言ってくんないんだ。なんかこういうのもちゃんと見とった方がいいよね。すごい、なんかさ、外見から見、外観？街の外から見たら結構狭そうだったのに、歩くと広いね。マイラー。確かに。どれどれ。確かにお友達になりたい可能性もあるね。あ、もう夕方だ。早っ。いや、これまたさ、昼と夜によって人のいる場所って違うよね。あ、ここはランドマークね。やりましたね。やりましたよ。境界線があるのかな。向こうに行くとまたお宝回収。違うとか。なんかゲーム開始して全然経ってないのに喋り疲れてしまった。すいません。ちょっとまた朝にしよう。よし、朝の5時。ここは領事館。ああ、なるほど。お宝回収回収。ここって入れるかな。入れないよね。入りたくないよね、むしろ。ちょっと飴を舐め始めてしまいました。ユニークモンスターと呼ばれる特殊な個体がいる。他とは比べ物のない強さ。ユニークモンスターなんだね、今回の名称は。オッケー。で、こっち、ん？なんか今喋ってなかった。商業街。こっちはなんだ。こっちなんか、なんだろう、急にのどか。そうだね、でかいね。こっちなんか牧場感あるよね。あ、本当に農場だった件について。アルンは栽培、栽培じゃない。飼ってんの。アルドンの子供が生まれた。
一頭だけ？どうやってあげるの？あ、この子めっちゃ可愛いんだが。ちょっと待って、レベル1とか表示するのやめてよ。え、どうやってあげんの？何あげたらいい？トロピカイモはないけど、これはある。ヒートオレンジ。これヒートオレンジってさっきトラにもらったんじゃないの？あ、1個あげたよね今。あー、なるほどね。20個ある。は？今 1個やって2になったから10個分あんのかな。ちょっとよくわかんないねよくわかんないけど、全部やった時に何かが生まれるのではなかろうか。あ、なんかあれになってる、クエストマークになってる。さーて、一日の始まりだ。始まりだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。私このセリフをめっちゃ聞くことになりそうですね。タッタッタッ。ごめん、なんかちょっと採取できるからさ。何が出るかなと。わあ、これ完全にいけないことなのでは。ごめん、なんか取っちゃった。タッ。これ何？水まき？スプリンクラー？こんなとこにないか。あ、そうなんだ。ありがとう。言われる前に撮っちゃったけどね。なるほど。何が出るかな。パプリカ。いいね、いいね。これでホムラに作ってもらったりもできるのかな。じゃあ定期的にここに来て採取させてもらおうとかいうこともできるかな。よっと。今の目的なんだっけ。そうだ、よっと。めっちゃいるね家族。よっと。たっ。ここは到着。やりましたね。ああ、え、なに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 ネタバレ音楽が流れている。いたいた。この人もグーラか。植物にしか興味がなくてわからない。スペルビア帝国とインビディアレッツ王国が休戦してから10年。イーラってそんなに大きな団体なのかな。あれ、私今どんな感じにいるんだ。全然わかんない地図が全然わかんない。サルベージを発見した。あ、ここか。一番最初に入ってきた場所。うん、そうそうそう。その名前は十数年前のエチェルロ領主種の。なんで。イーラ一人の名前。シュビア族の家。火のブレイドを連れて水属性のモンスターを攻撃すればダメージが多くなる。あ、シルバー。それよりもって話かけられちゃったよ。あ、そういえばなんか言われたね。この子もお兄ちゃんの名前忘れちゃったけど、あれか、家族か。何やってんの？あー、演奏してるんだ。すごい楽器だね。微妙に音は鳴ってるけど街の音楽がでかすぎる。ここはここで何
ここはここで演奏してる。何の曲だろう、全然わかんない。かわいい。ここは、あー、イラスト描いてんの。どういうモデルなんだろう。あ、ここ私たちが襲われた場所じゃん。で、戻ってきたと。チハル、あ、なんだ、確かに何人もいけるの、ブレイドって。違うんだ、浮気だな。え、もらうの。でもまだ私ホムラも持て余してるんだけど。あ、まあ確かに負担が減るって聞かれると、こっそり隠し持っとった。そんなバカな。無名の子はクリスタル。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、なんでそんなさ、ボイスなしでやっちゃったの。なにここは、ブースター。これさっきブースター手に入れたよね。どこで手に入れたか忘れてたけど、宝箱だっけ。じゃあ慈悲で。待って、でもなんか誠実がレベル2だから、長所を上げていく、それとも正義がないから正義にする。正義にしてみようかな。あ、マジ何個が使える。そうだね、2個使ってみよう。こんなさらっと。ちょっと待って、なんかポカーンなんだけど。おーおーおー、ナックル、ナックル、格闘系ですね。シュ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 。あなたが私のドライバーね。しずく。回復系だ。どうしよう、なんリアクション言っていいかわかんないんだけど。あ、風属性だ。あ、風属性だね。あのマークは風なのね、オッケー。同調能力が解放された。新たなブレードを仲間にすることができる。運の数値を上げておくと、一風変わったブレイドが誕生する確率が上がる。ブレイドエンゲージを行うことでバトルに参加する。はあ。ただレザーややこしいのに、どんどんややこしくなっていく。ああ、十字ボタンだよね。あー、なるほど。待って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 、追いついてってないぞ、マジか。あー、ブレイドの装備ね。はいはい。コアティップ今強めのやつ持ってるから、それ使おうかな。あ、ついにアシストコアショップ。何に使うの？試した方が早い。攻撃力が上がったり、虫に強くなったり、夜に強くなったりするものもある。いくつ装備できるかはブレードによって異なる。
空っぽの何の役にも立たん状態で手に入るから、それに何か負荷をつけていくってこと？未練生のアシストコアにコレクションアイテム、コレクションアイテム、会心に、ディアーウッド。じゃあこの会心アップにどうしたらいいの？ビルドカノンまで残り8個ってこと？8個分何かに使うってこと？今何もらったっけ？ディアーウッドもらったっけ？これを使ってみる。これ何？使うものによってなんか変わったりするのかな。まあ何事もやってみるか。はい、2になった。そのコレクションアイテムによってレベルがあって、そのポイント、レアいコレクションアイテムだったらポイントが2個増えるとか、そういう感じなのかな。アシストコアショップがありますが、ビルドすることができると。コレクションアイテムが必要になる。錬成にも必要となるアイテムの数は決まってる。その数だけのコレクションアイテムさえ持ってればビルドすることができると。アシストコアの価値が高ければ高いほどコレクションアイテムのも必要になる。コレクションアイテムは絶対に1つに1個なのかな。オッケー。さっきの会心は2にあげられるだけで、もうあれか。あ、なるほど。アシストコアの種類によって使えるコレクションアイテムがまた違ったりするんだ。これは3つだから、ミートパプリカをして2にする。じゃあ1になったのか。でこれはアクアスティック、アクアティックってことは2アタッチなのかな。まあとりあえずやっとこう。合ってるかわかんないけど、あ、コアクリスタルがある。グーラヘッドってこれ耳なんじゃないの？買ってみていい？え、今持ったけどさ、これ外見って変わんないの？今あのホムラは猫耳ワンドつけてるけど、今回さ装備がこれじゃん。今までみたいにさ無印とかクロスみたいに外見が変えられるっていうことがないよね。それともなんかアタッチメント的なものがあったりとか、任天堂だから課金はなさそうだな。行動を共にするブレイドを変えます。あ、ここだ。これをこうする。よろしく。よろしく。ダメージがアップ、回復ポットの回復量アップ、アーツヘイト減少。なるほど。これで WP は個別じゃないんだね。よかった。ソードバッシュ上げとく。あれ？私一回なんか上げなかったっけ？レベル1になってるけど。なんか上げたような気がするんだけど。あ、881になってる。じゃあこの X ドライバーアーツが使用可能になるを覚えます。よっしゃー！よっしゃー！オッケー。で、雫。コアチップで強くする。このウィングチップ確か1000円ぐらいで売ってるやつだと思うんで、これを使います。
うん、オッケー。で、成長確認。なんか解放されてないとこもあるね。あ、そうだ、アシストコアホムランにつけよう。やっぱホムランってリアリティすごいんだね。まあそらそうか。アシストコアちょっと2つつけとこうかな。あ、アクアスティックハンターってつけても意味ないような気がするけど、一応つけ、スロットがない。そっか、ブレイド図鑑。あー、嫌な予感しかしないよ。わ、すごい。わ、この辺とかだったらめっちゃレアなんだろうね。めっちゃレアなんだろうね。わ、いや、でもこの辺でもすでにすごいわ。あ、この人ってさっきの人？ちょっと違うか。これだって自分がきっと仲間にできる系だよね、きっと多分。面白いね。面白いけど嫌な予感しかせんわ。よし。じゃあ、引き続き、お話をしていこう。まずいよ。情報屋そういえばいたね。この辺にいなかったっけ、情報屋。で、この人がなぜか見てるっていう。ただで教えるわけにはいかない。購入。高い。え、これ、これでいいってこと？名前は不明。ありがとう。場所が分かっただけでかいね。待って待って待って、まだあった気がするんだけどな。トリゴの町で情報を集めた結果、ニアたちが巨神獣戦艦に囚われており、明日にも処刑することが判明した。この辺の人なんか話できる的なやつじゃなかったっけな。到着。到着。まあしょうがないか。やり、ドライバーになりたい。ランス使いたいな。ハンマー系がパラディンなの？まだね、その絆が上がってないっていうのもあるけど、長期戦になったこともないしね。あ、パクスってさっきの人じゃないの？気のせいかな。こんな風に普通にいるんだ。待って、ブレイドスイッチってのがあるんだけど、何？あー後ろに連れて行けるキャラクターか。この人戦えるの？あ、この人って、ん？誰？なんでこの人レベルが出てるんだ？ドライバー。よっと。なんだろう。このうち、あ、ここって、宿屋さんか。広いなぁ。ねえ、あのさ、ユニークモンスターみたいなのいるからやってみていい？すごい今、ストーティー的には中途半端だと思うんですけど。アンカーショット。先手を取られたの？止めてみせます。サンキュー。これ、ユニークモンスターの時の曲？すごい、なんか怖い系だね。このまま気を引き締めていきます。いけるかな。ソードバッシュ。いやー、きついな。このままじゃ負けてしまうぞ。参ります。フレイムノバ。エクセレン。いいね。死んじゃう。こんなところでダメだった。そうだ、今ね、さっきコアクリスタルが手に入ったので、これこれ、コモンコアクリスタルっていうのが手に入ったから使用しない。あー、
どうしよう、このブースターって大事なのかな。でもってセーブしてから使用しないでやってみて、あ、セーブされた。今右下セーブされたわ。セービングって書かれてた。完全にリセマラできないやつですね。なになになに、なんか今火みたいなのが見えた。これがあんまレアくないのかな、こういう格好の人。さっきの街にも結構いたもんね。え、不思議な武器。え、面白い。一鈴なんてね。あ、土っぽい。あ、刀系だ。多分これあれなんだろうね、レア度が低い。結構いい感じの、いい感じって言ったらあれだけど、ここは、ここ三つ目つけられないの？三つ目つけられないっぽくない？なんかいかないんだけど、下に。ちょっとまだ二つまでっぽいな。